動をしなくても痩せる方法をお伝えします。あなたはこんなことないですか？もう最近お腹周りが気になってきて、せっかくのおしゃれ楽しみたいのになかなかおしゃれが楽しめない、または鏡に映るこう自分の姿を見てみて、よし、そうだ、運動してダイエットして痩せるぞと、頑張っていらっしゃる、朝から一日頑張った後、夕方ですね、毎日毎日ウォーキング、もう最低30分から頑張る日は1時間もかけて歩いてみた、ところが家に帰るともうやたらとお腹が空いてしまって、普段よりも運動をした日の方がついつい、まあ、運動したからいいかなと思って、まあ、油断するという場合もあると思うんですが、何か知らないけれどもこういう食欲がですね収まらずに帰って食べてしまった、こんな経験ないですか？そして結局その、まあ、なかなか運動も続かずに、まあ、特に今ですねこう梅雨時期ですから、せっかく歩こうと思っていたのに、ああもう今日雨が降ってるからもういいかなと、まあ、やめてしまって、こうだんだん運動がこう遠のいていって、まあ、なかなか続かないとか、そんなご経験ないですか？そこで今からこの動画を通じてお伝えするお話は、運動をしなくても体脂肪を燃やすことができる方法をお伝えしていきたいと思います。その方法とですね、具体的なそのどうやったらその取り組んでいけばよいのかという手順でお話ししていきますね。ではまず運動しなくてもその痩せるポイントなんですけれども、1つ目、良質なタンパク質を必ず取りましょうということなんです。これはなぜかっていうのは詳しくまたお伝えしますね。で2つ目、孫は優しい、まあ、これはあの食品の頭文字ですけれども、こういったあの和食ベースのこうバランスが取れた食事を取ることです。で3つ目、ファスティングやプチファスティングを定期的に行うことなんです。ではこの3つを詳しくお伝えしていきますね。ではその前にそもそもですね、なぜその運動してもこうそんなに結果がすぐ出ないのか、まあ、続かないのかっていうですね、その理由ですね、マイナスポイントをお伝えしていきますね。1つ目、そもそも私たち女性はですね、筋肉が男性と比べてつきにくいんです。約20分の1しかつかないと言われています。いかがですか？ということは、男性並みに筋肉をつけてこう痩せる体操を作るぞと思ったらですね、男性の20倍もの運動しないと同じ筋肉はつかないということなんですね。20倍ってすごくないですか？で1時間歩いてる男性と比べて20時間も歩かないといけないのかということなんですよ。そんなことできませんよね。なのでそもそも、まあ、そういったその女性にとっては筋肉がもともとつきにくい体質なんですよということなので、運動だけで痩せようと思っても難しいわけです。で2つ目、カロリーを消費するその割合が非常に少ない。でこれはどういうことかと言いますと、その実はですね、こう運動して筋肉をつけてその脂肪を燃やす代謝ですよねの割合ってですね、全体の2割しかないんです。たったの2割です。なので例えばそうですね、30分歩いてみたとしても、こんなミニおにぎり1個分しか消費しないんですよ、実は。なのに歩いたからよっしゃ食べても大丈夫と思って食べたらどうなると思いますか？逆に太ってしまいますよね。それだけこう運動で消費するカロリーというのは思ってる以上に非常に少ないんです。ここが、まあ、落とし穴なわけですよね。そうなんですよ。そして3つ目、食欲がアップしてしまうです。このベースはですね、現代人は食べ過ぎている割には栄養不足と言われています。なぜかというと、まあ、過去の私みたいですね、もうご飯よりもお菓子ばっかり食べてたりとか、その偏って食べたりですね、そういった場合にもう栄養が全く足りてないわけです。結局栄養バランスが悪い、食べてるのに悪いです。そうなってくると、その運動をしてしまうとですね、
そもそもその少ない栄養素を使うわけですから、まあ、タンパク質であったりミネラルとかビタミンとかですね、そういったのをこうどんどん使うと体がですね危険だって思うわけです。で結果どうなるかというと、足りない栄養素をもっと取らなくちゃと思って脳がですね食べろってその指令を出してしまうという、結果食欲がアップしてしまうわけです。でそれに従って食べ続けてしまうと太りますよね。しかもそういった時は食欲で止まらないわけです。でさらに悪いことにですね、脳がその栄養素を必要とするその一番はブドウという糖分なので、糖分で一番太るんですね。炭水化物ですよ、甘いものとかそういったのから先に食べて食べてって言われるわけですから、運動すればするほど栄養不足の方はですよ、太る食べ物が食べたくなってしまうんです。なので一生懸命歩いたり走ったりした後に一番食べたいものはそういうものになってしまうんです。そこでお野菜の煮物が食べたいとかですね絶対思わないわけですよ。お野菜食べたいなんて思わない。なぜかというと、あなたが悪いわけではなくて体がそういうふうに指令を出すからなんです。なぜ運動して食べ過ぎてしまうか、ここで理由が分かりましたか。4つ目です。継続しにくい。運動ってですね、本当に継続しにくいって思ったことないですか。こう例えば歩くって決めたのに、決めた途端こう梅雨が来てですね雨が降る、雨かって、もうそれだけで、今日はいいかなってなりませんか。そういう条件が重なったり、例えばだったらその天候に左右されないようなこうジムに行くぞとかですね決めてこう入会してみても、仕事で残業続きになって今日も行けなかった、明日も行けないってなったら、もうああまた幽霊会員かって、結局大会って、そんなパターンってないですか。そのように自分ではしたいって思っていても、そう外的要因が入れば続かないわけです。そこで今から先ほどするポイント3つですね、具体的にどのようにすればあなたがその、まあ、もちろん運動もねした方がいいですよね。その筋肉がその全体の2割を占めてるわけですから、代謝のできればした方がいいんですが、その運動ができないとか、したくてもその体が痛くてできないとか、いろんなパターンってありますよね。その時に運動しなくても脂肪を燃やせる方法を3つお伝えしていきますね。では失礼します、変えます。では1つ目ですね、この良質なタンパク質の取り方です。良質ながポイントです。タンパク質、まあ、お肉とか魚とか乳製品あるじゃないですか。食べ過ぎたら太りますよね、脂質が高いので。そうではなくて、ここでお伝えするのは、最初お見せしますね、私も大好きな高野豆腐です。これすごいダイエット食品なんですよ。もう手軽に取り組んでいただきたいんですね、高野豆腐。で高野豆腐がそのなぜスーパーダイエット食品なのかというと、もう条件をですねもう全部満たしてると言っていいぐらいの食材なんですね。高野豆腐です。さあ、高野豆腐のすごいのは、もうとにかくもうほぼほぼ全部栄養が取れてしまうという、まあ、スーパー食品なんですけれども、まあ、レジスタントタンパク質、大豆、イソフラボン、カルシウム、ビタミン系、マンガン、その他いっぱいあるんですけれども、その中でも力を発揮してくれるのは良質のタンパク質と言いましたよね。それがこのレジスタントタンパク質というタンパク質なんです。これがものすごく豊富なんです。でちなみにですね、この私これグリーンコープさんで買った一口小屋、これ大好きなんですよ、こだわりの一口小屋。この高野豆腐、まあ、80g 約入ってるんですけれども、これでですねほぼ同じタンパク質取ろうと思ったら、大きな豆腐1丁ありますよね、それを4丁も食べないといけないぐらい、ほぼ匹敵するものが、固くその水分飛ばしたことでですね、干したことでギュッと栄養素が詰まって、普通に食べるお豆腐のもう何倍もいろんな要素がこうもうすごくパワーアップしているスーパー食材なんです。でこのレジスタントタンパク質が持つそのパワーなんですけれども、3つ主にあります。1つ目、なんと血糖値の上昇を抑えてくれるんです。太る原因って急激な血糖値の上昇なんですね。例えばその
なぜ甘いその食べ物、甘いお菓子とかそのお肉とかですね、その急激に血糖値を上げてしまう食べ物、まあ、パンもそうですね、パスタとか、その急激に血糖値が上がることであなたのお体の中でですね、その糖質、取った糖質を脂肪に変える率がぐわーっと、ね、上がってしまうんですよ。で、逆に言えば急激な血糖値が抑えることができればあなたの取った糖質が脂肪に変わりにくいわけですから太りにくくなるわけですよね。その食べ物がこの高野豆腐なんです。このレジスタントタンパク質が持つ力なんです。で、GI 値食品と言います。他にも、まあ、玄米であったりですね、まあ、大豆、まあ、まさにこの食品ですけれども、海藻とか緩やかにですね血糖値が上昇してくれると痩せることができるんです。では2つ目、悪玉コレステロールを下げてくれるんですね。どんどん悪玉コレステロールを排出してくれる力があるんです。いいですよね。痩せると言ってもそのげっそりですね、こけて痩せたって嬉しくないですよね。もう肌がツヤツヤ、もめまピッカピカ、もう表情まで変わっておしゃれな服をですね、もう本当に着こなせる。で、鏡に映る自分を見てどんどん自信がついて表情も明るくなって、あなたご自身と、そして周りの方もですね、そんなあなたといると幸せになれるんですね。そのためにもやっぱり健康で痩せるって大事ですよね。そのためのポイントが2番。で、3つ目、エネルギー代謝がアップするということなんです。先ほどお伝えしたその血糖値の上昇にも関わっているんですけれども、結局取ったそのカロリーをですね熱量に変えて代謝にするというのがポイントなんです。で、その全体の2割は運動です。ただその7割はですね基礎代謝と呼ばれるものです。これは何かというとですね、あなたが寝てても休んでても何もしなくても勝手に燃やせるその代謝の脂質の割合なわけですよね。そこをその担っているのが実はもう内臓なんです。基礎代謝の5割はもう内臓なんです。実は運動じゃないんですよ。で、内臓と言ってもいろいろありますが、特にですね腸と肝臓、ここを元気にしてあげればあなたは何にもしなくても寝てても勝手にですね燃える体に変わることができるんです。すごいですよね。さあ、そこでじゃあどうやってその内臓を元気にしていくことができるのかというポイントに移っていきますね。先ほどお伝えしました痩せるポイントの孫は優しいという食材とファスティング、プチファスティングというお話になっていきます。ここですね。で、その孫は優しい、これはですねやはり痩せるベースです。どんなに痩せることを頑張ってもですね、悪玉菌が増える食事を同じように食べてしまえばもうプラマイゼロどころかマイナスなんですね。ですから、しっかりとその太らない悪玉菌、要はデブ菌をですね増やさないことをキープしながら痩せる菌、善玉菌を増やしていくのが大事です。まあ、孫は優しいです。これはですね、食事を作るときにすごくチェックリストになりますから覚えてくださいね。ママは豆類です。先ほどお伝えした高野豆腐もそうですし、大豆であって、納豆ですよね、豆類です。で、5はごま、ナッツも入ります。ナッツ系も5です。和はわかめなどの海藻、やはお野菜ですよね。さはお魚、そしてしはしいたけなどのキノコ類、いは芋類です。こういったものを常にベースとして食べていただく、プラス先ほどお伝えしたこの高野豆腐を使ってものすごく低カロリーです。しかも豆腐4丁なんて食べれませんよね。これをですね上手に取り入れていくことで、あなたの腸や、結果肝臓に負担をかけない体にこう生まれ変わることで、運動しなくても痩せ体質になれます。では最後3つ目ですね、ファスティングやプチファスティングをしましょう。で、これはですねご存知ない方、ご存知の方それぞれだと思うんですけれども、私はこの微腸活ですね、腸をきれいにするダイエット法としてこのファスティングを取り入れている微腸活、腸活の専門家です。で、このファスティングにですねご興味あるなっていう方はこの詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、皆様そちらからご登録後、私と直接1対1でやり取りして取り組まれて、どんどんきれいに痩せていらっしゃいますので、必要な方はぜひご相談くださいね。
で、このファスティングというのは定期的にですね、一時的に内臓を一気に休ませてあげることで、腸やその肝臓ですね、もう細胞レベルから生まれ変わらせる、そして元気にすることで一気に痩せ体質へとこう変わるプログラムなんですね。で、その、まあ、一定期間ができない方というのはプチ断食やプチファスティングがおすすめです。今回はそのプチファスティングをちょっと詳しくご説明しますね。プチファスティング、まあ、プチ断食というのは空腹時間を16時間意図的に作ってあげるダイエット法なんです。で、これは普段ね食べますから、できればその睡眠時間ありますよね、睡眠時間の前後数時間使って上手に16時間空腹時間を作る、何にも食べない時間を作るというダイエット法なんです。で、この時にですね、何が起こるかというと、だいたい12時間以上経ってからあなたの脂肪がですね、どん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 燃焼しだすんですね。そしてその結果、腸や肝臓が元気になって勝手に基礎代謝が上がって、寝てても休んでても何にもしなくても痩せていくことができる、その割合が一番高いところを手に入れるということなんです。そしてただこのちょっと注意点ですけども、プチ断食をした開けたその後、最初に食べるもの、召し上がるものはいきなり唐揚げとかですね、ステーキとか、そんなこう消化に負担かかるものは胃腸に負担かけますから NG です。消化に良いものからよくよく噛んで召し上がってくださいねということです。さあ、いかがだったでしょうか。運動をするのも大事ですが、まあ、運動がなかなか続かない方、また腰や足に痛みがあって運動ができない方、それぞれの理由があって運動できない方多いと思うんですね。で、その代わりに運動をしなくてもあなたは今お伝えした方法を取り組んでいただくことで、確実に健康に綺麗に痩せることができますよ。さあ、このお話、あなたご自身とそして周りの大切な方々のためにぜひお役立てください。そして、この動画が役に立ったと思ってくださいましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。